ラコルシュルルーは、フランス、プロバンスアルプコートダジュール地域圏、アルプマリティーム圏のコミューン。海に近いと同時に、ニース、アンティーブやカンヌ、グラースといった大都市に近く、ルー教国の入り口にあたる。コミューンは、ルー側の西側に隣接している。コミューンの住宅地は982ヘクタールの緑地や、未だ残る農地に分散しており、とても自然な風景を残している。 集落の名が初めて現れたのは1362年、コラとしてで、丘か、山を意味する。公文書に記載されている文には、川の名が、レルップとある。コミューンの西側境界線は、動物との直接的なつながりがあった。遠い昔から1860年まで、他人の一部の場所では、野生動物が生息し、狼がはびこっていたのである。中世、ラコルシュルルの住民は、 サンポールドバンスと統合されていた。サンポールが拡大し、フランスは一世時代に城壁が築かれると、多くの住宅が壊され住民は、ラコル集落へ移っていった。コミューンとなったのは七百九十二年である。参照元、九百九十九年まで、イヘス、二千年以降 INSEE 長い間、ラコルは、グラースの香水産業用のバラ栽培が盛んな。 農業の自治体であった。また、その名を高めたアンティークショップやアートデザイナーが多くいる。ありがとうございます。